熊本市交通局8200系電車は熊本市交通局に在籍する路面電車車両である。1982年に2両導入された。熊本市電では22年ぶりとなる新型車両であり、日本で初めてとなる VVVF インバーター制御方式による交流電動機方式など当時の新技術を採用する。熊本市の市内電車である熊本市電は 最盛期には全長二二十五点キロメートルの路線もを有したが、九百六十三年度をピークに乗客は減少。路線も九百六十五年から九百七十二年にかけて廃止が相次ぎ、残された十二点一キロメートルの路線と二つの系統も九百七十年代末までに廃止される予定であった。しかしオイルショックなど社会環境の変化で、 路面電車の価値が見直され、市電全廃計画は撤回される。そして存続が決まると、一転して車両の冷房化をはじめとする積極投資が続いた。1980年に冷房化が完了すると、次なる積極策として新造車を導入することとなった。熊本市電においては、1949年の120、 軽導入から1960年の350、軽導入に至るまで、数年に一度のペースで心臓ボギー車の導入が進められたが、それ以降は中古車両を購入することはあったものの、心臓車両の導入は途絶えていた。したがって、車齢25年以上の車両が大半を占める状態に、あるため、冷房化に伴い増加傾向を示す乗客に対し、 イメージアップを推進する必要があった。このような経緯により、熊本市電に導入されたのが8200系である。導入数は2両。形式名は、導入年の1982年にちなむ。メーカーは日本車両製造で、車両価格は1両あたり6300万円。メーカーでの性能試験の後、1982年5月10日、未明に、 市電大江車庫へ搬入され、長期にわたる試運転、乗務員訓練を経て、形式名にちなんだ同年8月2日に、大江車庫にて出発式が挙行され、同日から営業運転に着いた。また、出発式において、8201号は、白川8202号は、日の国という公募による愛称が付けられた。本形式は、近代性、快適性、 高性能機の3点を基本設計に採用しており、先に開発された軽快電車をモデルとしている。8202号車体側面の方向幕は使用されていない。本形式は全金属性軽量構造車体を持つボギー車である。最大寸法は長さ12.8メートル、幅2.36メートル、高さ3.9メートル。 車体の構え体は一般構造用圧縁鋼材のプレス材を用いた溶接構造で、外板は厚さ 1.2mm の普通鋼板、屋根、床板は厚さ 0.8mm のステンレス鋼板をそれぞれ用いる。時長は19トン。車体デザインは軽快電車を半とする直線を多用したスタイルになっている。前面窓は熱線入りガラスを用いた大型窓で、 窓状に大型の方向膜を配置する。ライト類は倉下にあり、全照灯と微灯兼製灯灯を左右に一組ずつ配置。ライトと窓の間には正面から見て左手は系統板、右手には相性板が取り付けられている。ライト、表示糸の間には車両番号を記す。側面ドアは左右非対称の配置であり。 進行方向に向かって、左側では、車体全部と中央部やや、後ろ寄り、右側では、車体後部と中央部やや前寄りにある。熊本市電では原則として、進行方向左手に停留場ホームがあることから、中扉が乗車口、前扉が降車口となる。ドアは、中扉が2枚折り戸を2組用いた幅140センチメートルの、両開き折り戸、 前扉が有効幅8 5トルの片開き2枚折り戸。ドア部分の高さはレール上面3 5トルで2段のステップで車内に上がる。側面窓は幅1 1ル、高さ1 0ルの窓をドアガンとその反対側ともに各3枚、片側計6枚配置する。外はめ式ユニット窓であり、開閉方式は上段加工。 下段上昇式。ただし中央の網右手の車掌台部分のみ、窓形状が異なっており、他の窓の下段に当たる位置に側面方向膜が設けられている。車体塗装はアイボリーに緑の帯を巻いたもので、軽快さと緑と水の熊本のイメージを表現しているという。熊本市電では1999年4月に車体全面を利用した広告電車が、 フィルムラッピングを用いる方法で10年ぶりに復活した。本形式も広告車両に使用されることがあり、1999年末までに一旦二両とも広告電車となった。車内の様子車内のうち両端の運転台を除いた。客室の長さは10.2メートルである。定員は70人。座席はセミクロスシートを採用する。 クロスシート部は角度アガの計2箇所で、一人がけ座席をシートピッチ 69.0cm に定5席ずつ並べる。同じくセミクロスシートを採用する警戒電車のクロスシート部は運転台向きに固定されているが、本形式では車内設置のハンドルを回すことで転換作業が可能。ロングシート部はクロスシート部の向かい側計2箇所の設置で、 右側に長さ2.99メートルの7人掛け座席、1位側に長さ3.56メートルの8人掛け座席を配置する。新造当時は運賃制度が対距離区間制であったため、車内には整理券発行機や運賃表示機が設置されていた。車内の冷房吹き出口は天井に24カ所設置。 暖房は客室座席下に反射板シーズ船方式ヒーターを発個設置し、運転席にもファン付きヒーターを備える。本形式では、連結器設置面をツータン、その反対側をアイタンと称する。この連結器の存在ゆえに本形式は、搬入当初から車両の向きが揃えられておらず、ツータンは8201号では、県群町方面8202号では、 田崎橋、上熊本方面を向く。台車、編集付随台車 NS-19 系台車は、主電動機を設置する相単速の電動台車が NS-18 系、通側の付随台車が、NS-19 系である。いずれも、日本車両製造製、下揺れ枕と揺れ枕釣りを省略した、インダイレクトマウント台車であり、広範溶接構造の台車枠の上に、 枕羽ネ防振ゴム、揺れ枕、心皿の順で取り付けて、車体を支持する。心皿は、NS-18 型では、手電動機の設置スペースを確保するため特殊ボール軸受けによる体型芯皿を採用し、NS-19 型は、従来構造の小型芯皿を採用する。軸箱支持装置は、 シェブロン式だが、車輪の内側で車軸を支持するため外からは見えない。車輪には、防音車輪を利用。車軸は軽量化のため中空軸になっている。軸距は、NS-18 型では 1800mm、NS-19 型では 1400mm で、車輪径はいずれも 660mm である。内側軸受け方式、シェブロン式軸箱支持装置。 中空車軸、防音車輪の採用や、電動台車と付随台車で軸挙が異なる点。さらには、下機の直角カルダン駆動によるモノモーター方式、ディスクブレーキの採用は、軽快電車用の台車と共通する。主電動機、制御装置、編集主電動機は三菱電機製メガバイト -5008A 型カゴカたち3小誘導電動機を一両に、月1台のみ設置する。 主要諸元は1時間定格出力1 2 0ット、定格電圧4 4 0ト、定格電流2 0 0ア、定格周波数5 3ルツ、定格回転数 1600RPM。総開値は電動台車の中央でレール方向に設置。駆動装置は直角カルダン駆動方式であり、二組の装置を主電動機の両軸に取り付けて台車の 両軸を駆動する。歯車比は6.375。制御方式は VVVF インバーター方式を採用。当初の装置は三菱電機製の SIV-244 型電圧型 PWM インバーターを用いた。スイッチング素子は逆動通サイリスタである。VVVF インバーターによる主電動機制御の採用は日本では本形式が初。こうした 新技術が本形式で採用された理由は、路面電車のため電気的なトラブルが発生した際に影響を受けやすい、軌道回路が存在せず初の実用化の場として都合が良いことと、当時の交通局長が技術系出身者で導入に動きやすかったことがあるという。その後2006年3月に8201号。 翌2007年3月に8202号がそれぞれインバーター制御装置の更新工事を受け、三菱電気製マップ -121 から 60VD155 型に乗せ替えられた。これはスイッチング素子をイベットとした電圧型 PWM インバーターである。運転台の主管制御機は、警戒電車においては、左右が連動する一軸2ハンドルマスコンを、 採用するが、本形式では、在来車と同様に左手の制御機と右手のブレーキ弁に分かれる。ブレーキシステム、編集運転台左手に車、ナス -140B 型制御機、右手に ME、ME-38LM 型ブレーキ弁を配置。ブレーキは三菱電機製 SME、R 型自動非常不全性、併用直通空気ブレーキを使用する。 これは SME 型直通ブレーキに電気ブレーキを組み合わせたシステムである。運転台のブレーキ弁を操作すると、その操作角度に合わせて直通管に空気圧が生じ、それがアクチュエーター及び SMER 作用装置へ入力される。このブレーキ指令は荷重条件を加味してブレーキ量を出力する。この時、同軸では電気ブレーキが作用し、この作用量は SMER 作用装置へフィードバックされ、空気ブレーキ圧力を減ずる。これらのブレーキ機構のほか、空気ブレーキによる保安ブレーキも別系統で設置する。台車設置の基礎ブレーキ装置はディスクブレーキであり、電動台車には2組、付随台車には4組のディスクを取り付けている。油圧式のため空気指令は、台車設置の空油変換装置によって油圧力に変換される。 また落葉時の空転防止のため砂巻き装置が電動台車にある。屋根上機器、編集屋根上には、i 単速から順に冷房装置、PT110BG 型 Z 型パンタグラフ、補助電源装置が設置されている。冷房装置は、河川電圧で直接駆動する FAD-2220 から、一系集中式冷房装置を採用。富士電気製で、 冷房能力は2万キロカロリー毎時、強冷、弱冷、送風の切り替えが可能である。補助電源装置は SIV インバータ装置を利用しており、単相交流 100V60Hz 及び直流 24V の電気を出力する。パンタグラフは東洋電気製造製で、軽快電車用と同系列のものを取り付けている。連結基その他、編集車掌用設備と、 運賃表示基本形式の特徴的な設備として、ラッシュ時などの連結運転を想定した連結器が挙げられる。通単速に設置されており、床下に密着連結器、倉下中央部に電気連結器を配する。これらの連結器は単行運転時には折りたたむようになっており、特に電気連結器は車両番号を記したカバーで隠すことが可能。連結運転時には、 ワンマン運転ではなく車掌が乗務することから、車内に車掌扱い機器や車掌と運転士の連絡機器を備える。ただし、西から島町分岐点における信号の関係で、営業にて連結運転を行った実績はない。前日の通り、8200系2両は1982年8月2日より営業運転に投入された。本形式の投入は、 乗客から高評価を得たことから、1985年になって本形式に準じた、新造車体と旧型車の機器を組み合わせて8500型が導入された。車体更新車の増備に切り替えたのは、車両導入費の圧縮を図るためである。したがって、本形式は最初に投入された2両以降、増備されていない。また運用は、他のボギー車と共通であり、 1997年以降に登場した超低小電車のような固定ダイヤがあるわけではない。運転開始から1年後の1983年7月24日、本形式は VVVF インバーター制御を始めた数の新技術を取り入れた点が評価され鉄道有の会のローレル賞を受賞した。受賞者を示す円形のプレートは8201号に取り付けられている。 また1994年には8201号を用いた熊本市電開業70周年記念の装飾電車が7月から9月にかけて運転された。新造後の改造点には以下のような他形式と共通のものが挙げられる。書籍雑誌記事ありがとうございます。